木村英子君。令和新選組の木村英子です。会派を代表して政治資金規正法の改正案について質問いたします。まずはじめにこの法案の提出者である自民党に質問いたします。今回の政治資金規正法案は一体誰のために作られるのでしょうか。そしてこの法律が作れれることで誰が幸せになれるのでしょうか。簡潔にお答えをお願いいたします。衆議院議員鈴木啓介君。今回の政治資金規正法の改正でありますけれども、まずその一つの原点といたしましては、私ども自民党の中の一部の派閥であったり、あるいは所属議員において、法令の違反、これが行われたということが、その大きなスタートであります。そういったことで言えば、この政治不信、ここをしっかりと解消していく、そして同時にこの再発防止を徹底をすることで、そういった政治への信頼というものをきちんと取り戻していく。そういったことを通じて、私どもとしては、国民の多くの皆様方の政治の信頼を回復をし、そうした皆様方の未来のためにつながっていく、そういった趣旨での法改正を私どもとしては考えているところであります。木村英子君。しかし、今回の裏金の問題によっての一番の被害者は国民です。日本の政治の主役は国民であり、憲法にも国民主権が謳われています。しかし、今回の裏金問題に関しては、国民の厳しい現状を置き去りにされ、国民の主権が無視されたまま、政治が暴走しています。今年の元日に起きた能登半島地震からすでに、半年近くが経っていますが、いまだに被災地では、自宅の水道が復旧していなかったり、倒壊した自宅に帰れず、避難所生活を余儀なくされている方がたくさんいます。つい先日も、被災地では再び大きな地震に見舞われ、被害はさらに拡大している状況の中、国からの支援が十分に行き届かずに、被災地の方々の生活はさらに疲弊している状況です。国民の生活においては、止まらない物価高騰によって、生活保護者や低所得の方は、食費や光熱費を切り詰めなくてはならず、体を壊し、亡くなる方もいます。また、少子高齢化が加速し、子どもの貧困や、虐待、自殺など、悲惨な現状にもかかわらず、国は子ども真ん中を謳いながらも、保育士の人員配置基準は外国に比べ最も低く、子どもへの虐待や事故を招かざるを得ない状況です。さらに子ども子育て支援金については、医療保険料に上乗せして徴収され、結局は国民への負担を負わせるだけの、増税であり、国民を騙しているとしか思えません。高齢者の介護問題について、高齢化によって介護難民が増えている中で、家族だけでは介護できないほど厳しい現状にもかかわらず、介護保険によるサービスは十分に受けられないどころか、介護保険料は上がり続け、高齢者とその家族の生活が追い込まれています。障害者施策については、国が地域移行を掲げていますが、深刻な介護者不足により、事業所からの介護の派遣を打ち切られたり、撤退する事業所が増え、トイレや食事をしてくれる介護者が見つけられず、体を壊すなど、介護の必要な障害者の生活が危機にさらされています。また事業所から派遣を打ち切られた障害者の中には、やっとの思いで築いてきた地域での生活を断念するしかなく、施設に入ってしまった人もいます。私の場合も
人ごとではなく、介護してくれる人がいなければ、食事もトイレも命を保つことすらできません。今、少ない介護者に支えられながら、生活を送り、どうにか登院することができていますが、この深刻な人手不足の中、いつ国会に来られなくなるのか、不安を抱いています。私が議員になった理由は、介護者不足が原因で、亡くなっていく仲間を見送るたびに、少しでもその現実を改善したくて、また同じ苦しみを抱える仲間たちに背中を押されて、今私はここにいます。今なお苦しんでいる国民の課題が山積している中で、国会が優先しなければならないことは、国民の命と生活を守るための法律や制度を早急に作ることです。これほどの国民の逼迫した状況を放置したまま、国会議員に有利な都合の良い法案を通そうとしても、国民の信頼を取り戻すことはできないと思います。今回提出されている法案は、国会の中だけで国会議員のために議論されていますが、一番重要な国民の意見が反映されていない以上、納得できるものではありません。国民の命と生活を最優先とし、国民の主権を守り、新たな法案を作るために、今回の法案は白紙に戻すべきだと、そしてそれを検討していただきたい。そして法案を作るにあたっては、主権者である国民が置き去りにされることなく、市民や有識者などの外部の方の参加を含めた議論の場を作ることが必要だと思います。衆議院、参議院、超党派で政治資金について参考人質疑なども行い、法案を白紙に戻した上で、新たな政治資金規制法案を作るべきだと私は思いますが、いかがでしょうか。自民党、国民民主党、共産党の順番でお考えをお聞かせください。はい、衆議院議員、大村正信君。はい、木村委員がさまざまご指摘をいただきましたような、物価高への対策、能登半島地震への復旧・復興、少子化・高齢社会への対応、障害者福祉の充実、こういった課題は非常に重要な課題だと認識しております。だからこそ、例えば、少子化対策や子ども政策であれば、参議院の内閣委員会におきまして、例えばですね、子ども・子育て支援法の改正法案について、ご審議をいただきましたでしょうし、これから子どもの性被害の防止、これにかかる法案をですね、参議院でご審議をいただくものと思っております。ただ、先ほどですね、鈴木委員が申し上げたように、政治は信楽ば立たずでございます。まずは我が党に端を発した政治不信に対して、このまさに政治改革を議論する政治改革特別委員会におきまして、その再発防止策をしっかり講じる法案をご審議をいただき、お認めいただくことも同時に重要であるという認識のもとで、私どもこの法案を提出をさせていただいている次第でございます。そしてまたですね、国民の皆様方からご意見をいただくべきという、そういうご意見も賜りました。そちらも非常に重要だと思っております。だからこそこちらもですね、今般の政治資金問題を受けまして、各党、各会派が、まさにそれぞれの会派や党において、国民の声をお聞きになった上で、国民の政治への信頼を回復するための政治資金規正法の改正案の策定に向けまして、精力的に準備をしてこられたものと承知しておりまして、衆議院において、自民党だけではなくて、立憲、国民、有志が3会派で、また維新教育からも法案が提出をされており、また参議院においても、
国民民主や共産から法案がそれぞれ提出をされております。その議論の過程で、例えば我が党におきましても、さまざまな有識者の方から貴重なご意見を拝聴し、参考にさせていただいたところでありますし、おそらくですね、他党の皆様におかれましても、それぞれの国民の声を聞きました所属議員でありましたり、有識者の方からの貴重なご意見を参考にされたのではないかと推察をいたします。このような経緯に鑑みますれば、今回の改正案につきましては、委員ご指摘の外部を含めた、外部の有識者を含めた、あるいは国民の声を聞いた超党派での議論という形で、今回も議論が進められてきたものと承知をしております。はい、竹爪仁君、我々も少数会派も含めた開かれた議論が必要だと考えております。岸田総理が各党会派の議論で決める必要があると述べながら、衆議院側での協議や修正が一部の党会派の役職者の間で行われたことは遺憾と思っております。本院での議論は少数会派も含め、各党会派による開かれた議論を期待いたします。その上で、これまで我々政治家が自身を縛るルールを作ると、どうしても抜け道ができてきたことがからすれば、お手盛りとならないように、公正な第三者の目が必要であると考えます。我が会派は、国会の自立権に基づき、政治資金に関する政策の提言、国会議員に関係する政治団体の政治資金に関する法令遵守の監視、違反行為があった場合に勧告等を行う第三者機関を国会に設置することを法案に規定しております。いずれにしましても、外部の有識者を含めた超党派の議論には同意するところでございます。はい、参議院議員、井上聡君。政治とカネの問題は、民主政治の基盤の問題であって、国民の声をしっかり聞きながら、国会でのすべての会派の参加のもとに、有識者の意見も聞きながら議論をすることが必要だと考えております。今、多くの国民が、この自民党の裏金問題で、自分たちは裏金作る一方で、国民には増税かと、法律を作る国会議員から自らの法律違反の犯罪を犯しながら、説明責任すら果たそうとしてないと、このことに対する大きな怒りが広がっております。これに対して私たちが真相を徹底解明をしながら、二度と抜け道を許さない実行ある再発防止策をどう作るかが問われておりますし、これができなければ、今の国民の不信は国会全体に向けられるということを考えております。会期が残り少ないからといってですね、十分な議論もなさずに行うのではなくて、徹底した議論を通じて、こうした国民の声に応えた本物の改革を進めることが必要でありますし、そのために私どもも法案を提出しております。ぜひ皆さんの賛同もいただきながら、国民の信頼に応える本物の改革をご一緒に進めたいと思います。はい。他によろしくございますか。はい。木村英子君。はい。やはり国民の信頼が失われている原因は、裏金問題を起こした人たちの責任がきちんと問われていないということだと私は思います。やはりこれから政治資金の議論をするのであれば、しっかりと国民の意見を聞く場が必要だと思います。なぜなら、政治の主役は国民だからです。私たちのことを私たち抜きに決めないで、このスローガンは、障害者だけではなく、社会に参加しているすべての国民に通ずる権利です。今回の政治規制法案においては、政治資金規制法案については、市民や有識者などの外部の声もしっかりと含めた上で、そして検討の場を作り、一からこの法案を作り直していただきたい、そのことを強く求め、私の質問を終わります。